10年にわたって文革を導き、中国に大混乱を招いた江青。その転落は一瞬であった。毛沢東の死によって後ろ盾を失い、国家に対する犯罪者として裁判にかけられた。拷問を受けた王光美が見つめていた。江青は罪状を徹底的に否認した。凡夫被告人将其死刑缓期二年执行。革命無罪、革命を志す者に罪はないという文革のスローガン。その後無期懲役に減刑されたものの、最後は自ら命を絶った。